結婚式があるので、そのまあ結婚式前の準備をしていこうというふうに思っています。今ねちょっと顔を洗ってきてカピカピ状態なのでスキンケアを始めていきます。さっぱりとした化粧水のユアンを使います。そして次はシカ。これね最近結構さ話題で私も買ってみようと思って買ったんだよね。よいしょ。ユアンの、ね、乳液を使っていきます。最近はねちょっと夜は違う化粧水と乳液とか乳液とかをつけるようになりました。今度ねスキンケアの動画とかも撮りたいなとかいうふうには思っています。そしたらそうですね Get Ready With Me ということでメイクをしていきます。最初に使うのはじゃん、セザンヌの皮脂テカリ防止下地のライトブルーです。今日はテカりたくないし、会食とかも結婚式だからするから、化粧崩れとかしてると嫌だから皮脂テカリ防止使っていきます。毎年夏になるとねちょっと降臨するんですよね。夏に私の肌にはぴったりでしたね。プチプラだけどすごい優秀、結構ねトーンアップしていい感じです。そして次に使うのがこちらです。オンリーミネラルのミネラルトーンアップ BB セラムです。これ大好きなんですよね。割と薄付きなんだけどしっかりとこうね光で透明感を出してくれるというか、化粧下地、日焼け止め、美容液、クリーム、ファンデーションを兼ねた BB クリームみたいなやつなんですよね。これは&Bのねスポンジです。だいぶナチュラルに透明感とかツヤもありつつカバーされました。次にコンシーラーつけていきます。お決まりのエトボスのコンシーラーを使っていきます。顎周りがちょっとニキビがねどうしても夏場はできてしまうので隠しております。私は大学時代どんな勉強してたんですかってよく聞かれるんですけど、私は大学時代は学校の保健室の先生になるための勉強とカウンセリング系のことを勉強してました。大学4年間で教員免許を取ったんだけど、まあ結局教員とかにはなってないので10年ぐらいすると免許が取り消されてしまうんですよ。だからなくなってしまうな免許、悲しいな。免許更新すればいいと思うんだけど、もう多分使う感じもないので多分更新とかはしないと思うんだけど、 OK できたらいいよ。そしてじゃあ次がオンリーミネラルのマーブルフェイスパウダーウシマをつけていきます。そして次はマイマスカラです。テリートの 3D アイブロウカラーです。私が大学の時なんで保健室の先生になろうかなっていうふうに思ってずっと頑張ってたかなんだけど、保健室の私何が好きだったかっていうと、学校の中にちょっと安心できる場所が一つあるっていうその感じがすごく大好きだった。でなんかそういうのに憧れてて、じゃあ私もそういう場所を作れる保健室の先生になろうっていう風に思ったんだけど、時にはまあどんなお仕事もだけども大変なこともあるし、悲しい場面に出会ったりとかしてしまうわけじゃない、保健室の先生って。そういうのも勉強してたら自分にはできないかもしれないってなんとなく思い始めちゃったのが、一番最後ギリギリまで勉強したんだけどやっぱり違う職に就こうっていう風に思ってしまったんですよね。でも私はやっぱりその保健室とかの心の拠り所みたいになるような場所を作るみたいなのがこれからもずっと多分憧れなのね。だからそれを私は SNSとかみんなとの交流の中でそういう場所を作っていきたいなっていう風に思ってるの。だから保健室の先生になって叶えたかったようなことを私はまた別なところでちょっと叶えようとしているみたいな、そんな感じです。一応今使ったのがテルボークの眉のアイブロウパウダーを使いました。そして次に使うのがエクセルのねパウダー&ペンシルアイブロウ EXPD002 番からです。眉にはなんとなくできました。
今日のね、私の着ていくドレスなんだけど、はい、こんな感じのね、スモーキーな感じのね、カラーのドレスを買ったので、イエローベースな肌に合うような、かつちょっとこう、スモーキーさが出るようなメイクをしていきたいと思っています。まずそしたら、カーキ色っぽいような感じのあるドレスだったので、ウズのアイラインを引いていきます。カーキのカラーです。すごいね、肌なじみのいい感じのカーキカラーで、ね、すごい使いやすいんだよね。端っこ長めにいきました。では次、アイシャドウに使っていくのがフェルボークのベランダリベースアイパレットの10番とエクセルの CS12 番のカラーを使っていきます。今回さ、この2つ結構似てるなっていう風に思って、どっち使おうかなっていう風に思ったんだけど、こっちのカラーをベースに締めのカラーはこのカーキっぽいカラーを使っていこうかなっていう風に思います。一応でもまず全部塗る前にこのエトボスのミネラルアイバームを使ってまぶた全体的にこうキラキラさせときます。これを使うことでまぶた全体のトーンがアップして、すごいいい感じですね。黄色いカラーをつけて、これをつけて、エクセルの方のパレットのカーキっぽいカラーをつけていきます。で、ピンクの方の大幅ぐらいのところに足していきます。そして次にこのカーキっぽいカラーを目の際とこのね、目尻のところに足していこうというふうに思います。こんな感じになりました。そして次はこのクリアのキラキラのラメのアイシャドウで涙袋を作っていきます。結婚式のメイクって若干難しいよね。あんまりこう派手になりすぎてもいけないし、だけどお祝いの席だしね、ちょっとは華やかにしたいしみたいな感じで難しいよね。かわいいね。次は無印良品のビューラーを使います。最近はちょっと嬉しかったことがあって、ライブ配信をとりあえず6月から1ヶ月やってみてるわけなんだよね。毎日これからもやっていくつもりでいるんだけど、それでコメントとかでみんな同士が仲良くなってたりとか、私もみんなと仲良くなれたりしてて、それがなんか肌で感じれてすごく嬉しい。ゆべ買いとかゆべしの暮らしのタグ付けとかもしてくれたりとかね、すごく嬉しいです。今3のマスカラを使っているんだけど、アートエクスプレッショニストマスカラ01番のカラーを使っているんだけど、ちょっと手に出すとこんな感じでね、若干こうスモーキーなカラーなんですよ。なので今回のドレスとかにも結構合うかなと思って、ただやっぱこのちょっとフォームがね、大きいような気がするから、若干ちょっと細かいところやっぱ塗りづらいかもしれんでもカラーがすごく可愛い。そして次チークなんですと、オンリーミネラルのミネラルリキッドチークイエスっていうカラーです。カラーこんな感じ、すごく使いやすいカラーで、少量ですごく発色も良くて、ベースが全くよれないので落ちにくかったりとかもするので、今日に向いてるかなっていう風に思って使いました。血色感が出て健康的になりました。そしてハイライトはこのセザンヌのハイライトを使います。 Cゾーンとかね、やっと可愛い。そして次ではリップ。今回はさ、結婚式っていうことで結構会食もするから、やっぱ落ちにくいものがいいでしょ。でカラーとかはまあちょっと私の肌の色に合いつつ、なんとなくちょっとレディーな感じにしたいなっていうふうに思って、今回一旦このケイトのね、このリップモンスターとアンドルフの01番のこのカラーを足して作っていきたいと思います。リップモンスターだけだとこんな感じで、アンドルフだけだとこんな感じのカラーなんだけど、これをこんな感じでここにね足してみると、こんな感じのいい感じのカラーになるなと思って、リップモンスターをつけた後にこのアンドルフのカラーをつけていこうというふうに思います。このリップモンスター何がいいかって、全然落ちないんだよね。なのにすごい潤いがあっていいんですよね。じゃあこっちもつけていきます。重ね付けしてみました。
主張しすぎずだけど適度な華やかさもありつつ、ドレスのちょっとスモーキーな感じとかも似合うような感じで、すごくいい感じじゃないかなっていうふうに思います。個人的にお気に入り、おきまるぐちまる推薦ですっていう感じでございます。それじゃあこれから一旦着替えて、いろいろ準備して美容室に行って、髪の毛をセットしてもらって、全体の写真とか動画とかをちょっと撮れたらいいなっていう感じです。お付き合いいただきありがとうございました。じゃあ着替えていきます。着替えてある程度準備したので、これから美容室に行ってまいります。 GO！ コメントとかもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。